アライグマの捕獲に成功しました。まさにアライグマ。アライグマの罠を仕掛けるためにやってきました。餌はキャラメルコーンです。網に入れて、これはパンですけれども、これに仕掛けて待ちたいと思います。まずキャラメルコーン、あ、落ちた。入れます。これをね、これを引っ張ると扉が閉まるようになっているので、これに触ってもらわなくては困ります。こういう感じになっていて、これをアライグマがズクッてグッてグッてして、アライグマの捕獲に成功しました。アライグマの捕獲、右側にいるのがアライグマですね。おお、でかっ。でかくない、これ。でかいよ。でかくね、マジで。マジででかい。あれ、散々苦しめられたやつだぜ。俺たちのね、あの水槽を散々破壊して餌をたくさん取ってきたやつね。ちなみに餌は 何で取ったんですか。これキャラメルコーン。キャラメルコーン。キャラメルコーンって本当にさ、取れるんだね。でかくね、丸まってるけど結構な大物だぜ。うん、間違いない。ちなみに何アライグマっていうの、普通のアライグマ。アライグマ、アライグマだよ。へえ。明るいのが嫌いと。うん、そりゃそうやな。なんか悲しそうな目してるわ。この子これからどうなんの。決まりで市役所に連絡して、これだって、この檻って市役所から借りたんでしょ。そう。したらそこで市役所が引き取ってくれるの。そう。あ、そうなんだ。うん、今日夜だから、うん、電話つかないから。そうだな、明日の朝だね。明日の朝電話して、うん、お引き取りいただく。うん、そうね。いや、でもついにか。俺たちの魚を、最初いたニジマス君を食べた。それどころじゃない、去年の6月からやられる話だ。ああ、オイカーもたくさん壊れたよな。次だ。おお、でけえな、レモンプシ。でかいだ。でもマジででかくね、こいつ。でかいな、十分に大人だって。うん、これ尻尾伸ばしたら60センチは軽くあるぜ。うん、調べたら60センチまでって書いてあるから。うん、まあ大物だよ。お前も生きるために食べちゃったんだな、魚を。うちんちの、あ、こいつ返せ返せ返せ、やべやべ。お腹減ってたのか。10回ぐらい仕掛けた。
でかっぱらわれること実に4、5回間違いない。簡単に言うんですよ。うんこでしょ。しょんべん。うんこしてんでしょ。アライグマってあれだね、なんか目元が黒いんだね。そうそう、横に長いの。これは真ん中、鼻筋に縦からまっすぐあるとハクビシンっていうの。ああ、そういうこと。これ真横に縦でないね。鼻に白い線って書いてハクビって言ってハクビシンっていうのよ。横に黒でしょ。これ100%アライグマ。アライグマなんだ。すげえな、なんか本当に本当に捕まえられるとマジで思わなかったね。思ってた。俺は諦めてなかったですよ。諦めたら餌も仕掛けるさ、続けねえし、うん、家の裏で取れなかったんですよ。さすがに心が折れそうになったけどこれシャコここに落ちたの。シャコのここに落ちたの。そう、結局さ、うん、魚も飼ってるから匂いがするじゃん、うん、ほらこの間魚もいっぱい取ってきたからさ、うん、まあやられた時もそうじゃん。魚を取ってきてさ、うん、いっぱいこう魚が水槽に入ってさ、うん、わさわさ動いたり暴れたりすると水からも匂いが漏れるじゃん。あ、魚のね、うん、それで寄ってくるんだよ。あ、いつもこのぐらいの時間から動いてる感じだぜ。夜行性だから。そうそう。ということで、じゃあこいつを明日市役所にお渡ししよう。決まりだからね。うん、決まりだからね。じゃあな、アライグマ。アライグマ、強烈な匂いの中、ちなみに我が家のニジマスさんは餌を食べるのか、それとも怯えて食べないのか選手権。さあ食うのか、怯えて食わないのか。なんかもう食いそうだよ。あ、いや、もう一回あげよう。こいつはのんきに食うわ、いつでも。多分アライグマとか怖くねえんだろうな。いやー、あー、ただ寄ってきちゃうし、また来ないように遊ぶ。いや、いいよ。お、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 パク。うん、結論ニジマス君は怖いもんないね。朝なのでちょっとおとなしいですが、お、動いた。まさにアライグマ。ご覧ください。いいな。このですね、プラスチックの容器に死んでしまった魚をですね、10匹ぐらい入れて2晩仕掛けました。家の裏に置いたり、庭に置いたり、キャラメルコーンを入れたり、いろいろビスケットを入れたり、餌だけ取られたりとありましたが、諦めずやってよかったです。朝なのでおとなしいですが、でかいね。ちょっと鼻が長くて丸まっているので手とか足が見れないです。いいの入ったな。刺激するとよろしくないので、はい、顔出ました。大人ですね。で、暴れる気配が